です。始まってますよ。始まってますよ。はい、空飛ぶ観劇部のお時間でございます。はい、というわけで、自己紹介からですか。日本橋店、はい、それ観劇三昧日本橋店から本日も生中継でやっております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京の皆さんお元気ですか？そうわかんないけど、もうだいぶ観劇三昧も東京でね、名を幅を利かせてるんじゃないかと思ってね。あ、そういうことか。ぼちぼちこっちにもあの視聴者の方が下北にしてんじゃないかなっていう勝手な予想。何、兄貴がめっちゃ見ててさそうなんめっちゃ恥ずいわ。マジで。そうアーカイブを。そうそう、アーカイブかな、なんか見て。生で見てる。やってるね、広介さんって言われて。広介さん。敬語やね。そうなん。まあいいか、そう。学会ナンバー1の泉です。よろしくお願いします。学会ナンバー2の立花英介です。よろしくお願いします。学会ナンバー3の竹信さんはですね、今会社の機材がトラブルにまみれてまして、あのちょっと仕事してます。はい、はい、というわけで、じゃあシン・ゴジラの回すごいね。え、そうなん？視聴回数なんぼなん？1150。あ、すごいね。すごいね。ぶっちぎりやで。他だって100とか。そうやで。だその前のやつとか100とか。ラディッツ来たみたいな。ちょろっとラディッツね。ラディッツ来たね。完全にラディッツ。強いやつだね。Z の一番始まりやつ、ね。ばっかりに。あのだからちょろっとなんか出たら、あの売れるのどうやったらいいのみたいなのが190とかなってんのに、シンゴジラ1100とかなってて。名前って大事なんやな、やっぱり。原作で引っかかるんだな。まあまあ、それでシンゴジラ時代も人気やから、それもある。あれまだやってんの？やってる。あ、そうなの、うん、すごいね。すごいね。君の名はまだやってんの？君の名もやってるんじゃん。見た？見てない、まだ。怒りは見たよ。怒りね。うん。面白かった。怒りはね、面白かった。お芝居、あの俳優さんの熱演はすごかったけど、お話はあれなんか3つあるやんか。うんうん、でこうなんか原作はなんか、あ、まあいいか。うん、結局、うん、その3つの作品の話が、うん、言うてもいいんかな、うん、いいやろ、もうなんか君の名もなんか後半のことをガンガン言いたい。あ、そう、あのだから要大体こう3つ別々のところで話がさ、はい、始まったらさ、はいはいはい、最終的になんかこううまいことまとまるんちゃうかなっていう期待があるやんか。わかるわかる、うん、全くまとまんないの。え、そうなの？全部そのままその現地で話全部終わっちゃう。どういうこと？それはいいの？いや、いいのは、いいか悪いかはあのお客さんの受け止め方だと思うんだけど、だから、と思って上手じゃねーって思ってしまって。でもまあそれで裏でつながってるとかそういうことではない。裏でつながってない。だから本当に一つの、うん、その殺人犯の指名手配の顔が似てるっていうことで、うんうんうん、あ、で、いろいろいろんなところで物議を醸し出したよっていう。あ、そういうこと。あ、来た来た、うん、そういう事件一つでいろんな人の気持ちが、しました。はい、おかえりなさい。あの、裏腹だったよっていう話で。あ、でもそれは面白いかもね。まあそれはそれでいいねんけど、それやったら俺一本ずつちゃんとしっかり1時間半ぐらいで見たかったなっていうのがちょっと、まあね、ちょっとあって、比較することによって面白いとこも出てくるかもしれない、ね、あ、まあまあ確かにね、それはでもあるんだろうけど。いや、難しいよね、うん、ちょっと ねだから3本しっかり書くにはちょっと時間短かったかなっていう気がするし、なるほど、まあ、小説読んでないからなんとも言えないけど、小説の方はもうちょっとこう深く掘り下げてあっていろいろあるのかなって思って、なるほど。でも俳優さんは良かったよ。はい、わかりました。ちゃうっすよね、シシルム。あれが良かったよ。何何？綾野剛と、あの、妻夫木聡の濡れ場。あ、そうなの、うん、あ、そっか。ゲイカップルや。なんか見たダイジェスト版みたいな。ドキドキする。ちょっと待って、急にやけど、うん、今回のコンセプト。やっと来たから。そう、来たから、ね。まあ、繋いでましたよ、竹野さん。そう。何、え、なんか仕事しようとしてる。まだなんか頭の中まとめようとしてるやん、ここで。いや、これは別です。あ、違うんですか、はいはい、これ何なの、これ。え、何をやろうとしてるの、これ、うんうん、あ、今打ち合わせをし、打ち合わせしてたやつの残りで、これがエラーコードなんですけど、うん、これは結局何かわからないんですよ、うん、え、エラーコードって検索したら出てこないの？出てこなくて。あ、そう。
で、どうしたもんかなと思って今見てたんです。いや、だからここに来るときはそれを置いとこうよ、うん、来てみてたらもう向こうで見ろやってなるでしょ。今日のコンセプトはいつも通りやろ。あ、そうか、うん、そんなもうお客さんのこととかそういうことか、そういうことか、もうせえへんか。すごいね、なんかうまいコントみたいなやるな。そうそうそう、ね、そうね、黒切りの見ます。そうですね、黒切り今はいいっす。じゃあちょっと僕らだけ飲みましょうか。はい、いただきます。後で星になったらください。その時残ってるかな、マジで。この人もう本気で仕事してるもんな。お前ね、それはいつも通りではないんじゃない。いや、焦ってるとこんなもんですよ。でも、でも遅刻してくんのはいつも通り。あ、ほんまやね、うん、そうやね、連絡もなくね。そうやね、大体こうなんですよ。もう竹信さん、連絡一本だけでもよこして。最近何してんの？え？めっちゃ普通の話だけど。いいよ。最近何してんの？昨日は、うん、西脇で舞台本番した。なんかちょいちょい行ってるんだ。そうやね、今週に1回。あれ何だ？何やってんのあれ？学校公演。高校生の前で演劇を見てもらう。ぜっていう芸術鑑賞会のやつをやってますね。役者で言ってんの？役者で言ってますよ。あれバッタ来たりしてるやつ？バッタ来てないな。違う、あれそれはまた別にご当地ヒーロー。あれもなんかいろんなとこ行ってるよね。あれはいろんなとこ行ってないよ、うん、結構もう北節で頑張ってる。北節でね、北節のヒーローや、ご当地ヒーローや。あ、そっか。その学校公演は何の、どこで行ってんの、何関係で行ってんの？神戸舞妓の、うん、その学校公演専ほぼほぼ学校公演専門でやってる劇団に雇われて、自由人、劇団自由人会っていう。自由人会も聞いたことない。お疲れ様です。あ、お疲れです。お疲れです。お疲れです。うい。あの雇われて。めっちゃ濡れてる。だから、すごい。今月がやっぱ10月ってやっぱね、書き入れ時なんでしょうね。何がそういうの、そういうだから芸術の秋じゃない。だって11月はそうやもんね。学校行事なんてめっちゃシーズンに左右されることですから。毎週どっか行ってるもん今、うん、どこ行ってきた、ちなみに。静岡よ。静岡静岡、宮城で米原、うん、結構ほんまにいろんなとこ行ってるね、うん、で昨日が西脇やろ、うんうん、西脇ってどこですか。あの兵庫県の川西とか。え、関西、関西もうだから僕、加古川線に乗っての隣ぐらいかな。実家行って実家からまた、俺加古川出身やけど加古川線とか乗ったことないと言って初めて。あ、そうない。単線のね。楽しいよね、でも。加古川はなんか知らんけど終着駅感ありますからね。そう。あとで来月、じゃあ来週か、うん。来週また福島。いや、福島行ってくの？行く。結構ほんまにルートむちゃくちゃやねんな。そうやね、なんかドコンゴさんみたいにこう上から順番とかじゃない、うん、違う、もう学校の都合やもん。だって全部クライアントの言う通りに。何もぐらいもらえるの？言うたらあかんの。え、でも、あ、そう、この3人でも言えへんってこと？この3人では言うけど残るからね。あ、そうか、そういうのは。まあ偉いね、なるほどね。こうやって今ルールを確かめていってる。そうそれは多分あかん。あの人に迷惑だけかけへんように寄せな。自分らがもうボロボロなのはいい。自爆するのは OK。ああ、そう。自爆するのは。自爆するのは OK。俺この間これで何もボロくさっていうのはええってこと。自爆は OK で。そうか。大変よ、でも本当に。何が違うの、やっぱり普通の演劇とちゃうの。違うね。うん、あ、普通の演劇っていうのもまたあれ。なんかまああれやけど。うんうん、普段やってること、普段やった、うん、まあ小劇場と比べたら何が違うかって、まずホールのサイズが違うね、うん、行動大体、うん、あの会館、市民会館とかだから1000キャパとかのわ大きいねホールでやるから、会館でやるから、まずその声の通り方とか芝居のスタイルとかも違う、うん、俺だからこの間思ってん、何を、あのよくね、うん、あのこう舞台の面に向かってこう、うん、正面立ちでブワッてセリフ喋る人おるやん、うん、素人の人で
素人なんですかそれは。芝居始めたての人ってこうなんかみんな演劇の意味してこうやんか。でも小劇場やってたらそれやったら脱せって思われるやんか。あ、まあ一部にはありますな。でもそれは小劇場のキャパやからの話で、そう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 、1000、2000のキャパでやったら前向いて喋らんと声届かんなっていう。あれさ、だから高校演劇もよくないよね。高校演劇の地区大会とか絶対大きいところでやるから、あ、そうね、みんなそういう演技を叩き込まれてたり、見るのもキャラメルボックスとか大きいとことかだから、そうなっちゃうよね、やっぱり。まあでもまあ、かといって小さい芝居ばっかりしてたら金稼がれへんぞと思う。そうね、だからいろいろ分かるけど。そうね、だからそれを、だから、なんていうんやろ、ちゃんと前もって臨機応変にやれよというか、これはこういうとこ、ことやぞっていうのをちゃんと伝えとかんと、その一個のスタイルが全てやと思って、どこ行ってもそれをやっちゃって失敗するみたいな気はするけどな。え、俺はこういうことやぞって、だからこうやって前向いてキャパがこんだけ広いから届かんからこれをするけど、ちゃんと理由分かってる、狭いとこでは別にするわけじゃないしみたいなことをちゃんと理解してやらんとあかんなっていうのは思うね、っていうのを得たわけというのも得たね。あとあ、本当に演劇ってお客さんと一緒に作ってるんだなっていうのを思ったね。へえ。だってさ、学校公演の子供らって、基本的に見せられてんねん。そうだね。見たくて来てるわけじゃないねん。嫌やったもんな、そうや、昔。だから、俺は好きやけど。なんなん？なんなんそれ？どうした？授業ない方がいいからさ。え？ああ、そういうことか。授業勉強やるよりかはそういうのがいい。そっちの方がいいなと思って。ああ、なるほどね。で、だから。それすらもサボってました。そうね。そうか。何してたんや。猫なでてた。ゲームセンター行ってました。ああ、僕も行ってた。あんま学校行ってなかったから。そうね。今も黒いしね。ね、いやこれは全然寒い。服がない。服がない。という回です。いや、もう自己紹介しないじゃん。そうそうそう。しかもあ、どういう回やって話からここまで来て、結局どういう回かしてない。言ってない。説明だけしてください。今チャットこれちょっと置いて、あ、はい、これのね 80% ぐらい、頭の 80% ぐらいこれですからね、今ね。残り20で頑張って。そうそうそう、こんな感じで普段の会議をそのままやろう、企画会議をこうやって喫茶店で決めてるわけですよ。ね、そうね、そうそう、あんまりここに PC があってね、そうそうそう、日曜の朝持ってきていいですか、持ってきていいですか。日曜の朝ね、そうそうそうね、そう、結構な大声でね、わーって。そうね、あれすごいね、あそこ禁煙のとこでやってるじゃん、大概最近さ、喫煙のとこ行くやんか、でタバコ吸ってんねんけど、めっちゃ聞こえんねん。そうそうそう、それな竹信さんみたいな、すごいね。いっぺん移動していった人いましたからね。あ、うるさくて。すいません、次変わっていいですか。失礼な。しゃあないけどね。申し訳ないな。どっちが悪いんだ。毎月モーニング来る客やもんね。Dセットね。だから毎月週1週目のとかにね、来るお客さん、じゃあ店員さんとかおったらほんまにね、覚えててくれるかもしれない。ああ、ほんまやね。よく来てんな、あの人。うつえな、みたいなね。どうやろ。素敵やな、素敵やな。マジですか。3時間ぐらいモーニング見なかったんですか。他ありません。そうだね、ずっと悪口ばっかり言ってるもんね。ひどい。そのテーマやんの、その次何しよっかみたいな。次何しよっかはまあね、話すことなくなったらやったんちゃう。分かった。まあでも一応やってみるのも面白いかもしれないですよね。だいたいその方が自然に話が出そうな気はする。でも大概最近なんか面白いことないですかからスタートしてる。だいたいそれですね。で、ひとしきりやった後でもう早く帰れなかったらさ、決めようかみたいな感じじゃないですか。まあまあ何に興味があるかって話じゃないですか。ああ、そうですね。よくするね。自分らの職種が動かんと、そう、企画も乗ってけえへんから、まずそこから今興味あるもんなんやみたいな。そうそう、そうそうそう、早かったっすね、あれね。これ早かったね。1200とか言ってますよ。すごいでしょ。さっき聞いた、すごいよね。竹野さんやりましたか。YouTuber 頭悪い感じや。いいや。でもだから僕それでもいつも帰りで言うけどさ、あれじゃない、やっぱ入れようよ、
そうなんですよ、単語さん、そう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 、で、うん、あのさっきさんと春郎さんでと一緒に、うん、あの寝返りテレビやってますね、あれでも君の名はっていうタイトルでやったんですよ、ね、君の名の話をしたと1日で100とか言ってて、これ君の名の話なんかほとんどしてないぞみたいな、それでも使えるね、入れていきます、わかりやすいんでしょうね、やっぱりその辺って、あー、うん、でもね、しかもね、シンゴジラの話はシンゴジラの話してたから、ちゃんとしてたけど ね、そっから来た人、あ、君の名の話もしてるわみたいな、見たら詐欺やぞ、最初ゴジラの話みたいな、おっちゃんが映ってるルーキーズの話してその辺だけ見たら、そう それ入れたいね、あー、入れていきますか、毎回なんか入れていきますか、なんか入れれ、何がいけんの、そういうのって何が流行ってんの、もうすぐスターウォーズもうすぐスターウォーズシンゴジラと君の名はいけるでしょ、スターウォーズはでももうそのブームっていうほどコーンってくることはないじゃないですか、次新作が落ち着いてるでしょ、新作が、え、でもそんなに盛り上がる、はい、このゴジラとか君の名はみたいに、まあ、とりあえずいろいろ毎月やるから言えたりとか、まあまあそうですけどこれぐらいあるやつ、シンゴジラとか君の名ぐらいあるやつ、あるやつ、そんなん常にないで、でも、うん、だってそんな社会現象ってそんな世の中にある、タイタニックとかぐらいですよ、もうもうあれやで、あのタイマー倍、あの密売とか、あ、そうや、あるあるある、 YouTube でもあるやつやね、わーすごいやつ、ね、なんで見に行ったら血が流れるだけやつ、そうなんかまとめサイトのやつ全部流れるみたいな、下にそういうことリンクがあるやつ、そういうことついていかない、やりすぎてもいかん、なるほどね、そうか、演劇人と大麻密売、そうね、見たいあるんちゃう、でもなんか募ったらどうやってますみたいな、いやもうあかんから密売じゃないか、あれは密売じゃん、あの栽培か栽培ね、うん、あれでも、あ、そうや、でもしてる人おったね、知ってん、許可を取ったらいけるんですよね、あ、そうなんや、うん、え、もうそういう風にしてないと思うけどな、それは犯罪ですよ、犯罪の暴露です、いや、まあまあ、これ暴露になっちゃう、これでも隠したらあれになる、広介さんが捕まるやつですね、隠したら同罪になる、いや、もう俺二択やん、切るか守るか、自分が行くかそいつが行くか、嘘って言い張るか、あ、まあ嘘って言い張る、ジョークです、ジョーク、これをだからね、リサーチかけられてちょっと、ある日電話かかってくる、うわ、めっちゃ嫌やわ、それ会社嫌やわ、会社めっちゃ嫌やな、伊豆さん、この間 YouTube でなんかおっしゃってましたよね、ちょっとお話伺わせてもらっていいですか、わかんないですけど、なんすかね、アーカイブとか残ってるんですか、残ってます、20回やってんねん、20回やってんねん、分かってるよ、いや、怖いね、あんま言えへんね、ほんなら残るからね、どこまで言っていいのね、そんな誰も見てへんでしょって思ってたけど、今ちょっと1200見てますよ、だから新、だからそういう時のためにやっぱりいっぱいあのキャッチーな名前つけへんほうがいい、そうそう、あ、キャッチーな名前つけたら、うん、見られるか、関係ない人が見てこれ赤のちゃうかっていうから、あ、そうね、そ、うん、やね、もう本当に好きな人だけで何月何日定例会みたいな会名前にしとくんです、うん、身内見たらめっちゃやばい話してる、ね、なるほどね、朝日かもね知ってる人だけ知ってる、そうそうそう、一人ずつそう名前を読み上げるみたいなこともあるかもしれない、ひどいすごいね、そんなのそんなんていうのか、どうなるね、でも動員数の動員数伸ばしたい、視聴数の視聴数、うん、そんな、いや、なんかさ、どうやろうな、もうちょっと何やろうな、いや、ふざけてるのもいいけど、うん、ちゃんとした話もしたい、ちゃんとしたという言い方も変やけど、そう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 、で、分からんし、うん、ある程度はそれ勉強してるけど、うんうん、ガチのやつとかをちょっとゲストとかで読んで、うん、よう分からへんやんか、うん、なんか、うん、この昔の戯曲がどうでとかって、うん、今の若いコーラも知らへんし、うん、で俺らもやってるけどそんなに知らへんしって思ってた、うん、そんなんちゃんと真面目に聞くだけの回とかやってみたい、うん、全然人気ないと思うんで、うん、人気ないと思うんで、うん、でもやってみたいなって思う、 NHK とかやってそうですしね、そうそうそう、やってないのかな、え、例えばどんな人を呼ぶとかなんか頭の中でも唐十郎とかですか呼べたらね昔の話とかは絶対面白いけど、ね、いや、演劇史とかね、ちゃんと大学の先生とかに来てもらう感じ、授業でやるんかな、お話好きでいろいろエピソード持ってるのはでもアラン・ヌーボーさんだよね、
まあ、だからでも学術的にはならないですよね。あの人はもうだから小劇場を立ち上げ、あの改名機の、あの思い出話をいっぱい楽しんでくれる、うん、それもそれでいいよね、うん、なんか話面白いから好きやけどな、うん、アングラの人とかね大概あかんエピソードいっぱい持ってるから、あ、うん、面白い、ね、自爆するのは OK だねそっか、うん、知らー残りますけど、そう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 、そういうとこね、ハクつきますみたいなヤクザみたいな感じだね、そういう感じか。でもなんか美術的なことって、うん、こっちもちゃんと分かってんと、いやそれはもう聞くでいいんじゃない、ほんま、うん、全然いけると思うか、うん、それどういうことなんですか、どういうことなんですかっていうのは、うん、まあそれやってる時にね、見てるお客さんとか来たかったとかに、あそうなんや、同じ感じで聞きたいことやったなってなったらええんちゃうとか思ったりするけど、どうやったら、どういうふうにしたら番組としてどういうふうにしたら成立するんや、何をどうやって、もう思んなくてもいいんじゃない、いや番組としてとか思んなくてとかじゃなくて、何をどうしたら番組とし番組になるというか、その人を呼んで何を話聞くんやろって、何て言ったらいいの、台本的なことですか、構成台本的なこと、まあその一つの台本があって、うん、例えば要はシェイクスピアのマクベスがあって、うん、マクベス研究してる人を呼んで、うんうん、マクベスのこのセリフをどうこうって聞くとかって、そういうことだろう、例えばまあまあそうそうそう、まあまあもうちょっと興味ある感じのことにしたいなと思うけど、でもまあそうですね、まあまあ例としてね、興味ある内容は分かれへんけど、うんうん、だからよくさ書き空脚とか、まあ、シェイクスピアやってるやんか、うんうん、あ全然今でもできてるやんか、うんうん、人気もあるし、うん、なんかそれはなんでなんやろみたいな考えるとかね、あれ全然やんか、あれあんま興味ない、そっか、なんか無理やり感があ、そういや僕めっちゃ興味ある、あ、うん、でもそれ誰が話をするかによるんじゃない、まあそうですね、話題というよりは誰と話したいか、じゃ物語論とかそういうのになってくると思う、戯、うん、曲論とか、ね、あそっち、うん、もあるし、現代性と、まあ、昔のやつを今やっても面白いなんでないのとかってことは、普遍性とか、もうちょっと具体的になんか興味あるところがあるんちゃいます、いやもう単純に多分今まで結構自分とこの劇団でさ、なんかこうどうやったら面白いとか受けたりすんねやろとかいろいろ考えるわけじゃないですか、だからそこにハマってるんやと、ま、そういうのをなんかいろいろ拾いたいみたいな、なんか吸収したいみたいな感じだと思うけどね、セミナー的な感じ、うん、まあ言ったらそうかもしれないですね、レクチャーとかセミナーとか、そうなんかヒントもらいたいなるほどな、とかには興味あると、マニュアルが作れるかどうかみたいな、マニュアルまではいかにやろうかみたいな感じ、うん、ね、で1人、まあ、まあ2人でも3人でもいいってことか、でもそれやったら別にちゃうかな、シェイクスピアをやったことがある人を呼んでとかっていうことやな、そうなって、もしそうなるとすれば、うんうんうん、シェイクスピア演出をしたことがある人を呼んで、うんうん、やった時の手応えというか、シェイクスピアってはこの演出家なりにシェイクスピアっていうのはこういうものだと思いますみたいな話をしてもらうっていうのがいいってことだよね、きっとね、それは面白そうやな、うん、うん、っていう気はする、ほら1個できた、シェイクスピアと演劇、いや、うん、いや興味ねえと思って、絶対古典とか興味なさそうやもん、だって演劇あんま興味ないよね、だって竹野さん、うん、そんなことはないんやけどな、あそう、うん、お客さんとして興味はあるけど、なんかあんまりその演劇を作る、ね、構築することのところには興味ないですよね、なるほどね、それで多分、いや、なんかね、それでなんか引っかかるなと思って、何が引っかかる、そうなんですよ、それが分からなくて、そうなんですよ、感激部の割には、うん、まあ僕がもう感激者ではないので、うん、プレイヤーなので、うん、思うんですけど、
あんまりこう、まあそうね、感激、感激っていう観点からを、ね、番組を作ってないんですよ ね、 よね、うん、結局ね結局 ね、 あかんねっていうのは思うんですよ。いや、それがだからいいのか悪いのか分かんないですけど、うん、そもそもまあ企画会議に僕を入れたことでそういうことがだいぶ変わってきてるんじゃないかなと思ったりする、うんうん、 そ、 うね、そもそも僕企画会議おらへんかったやんか、うん、スタートね、うん、でその後、うん、入ってっていう話になってきて、うん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 、でそっからまあネタ拾うなりなんなりっていうのでネタ出しをしてて、うんうんうん、まあ言ってたけど、うん、まあでもちゃんとしたよね。じゃ下向いてるやん。ちゃんとした。まだそれ見てんの。そう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 。だからそれがね、だから、うん、そのそもそも当初の予定と合ってんのかなってたまにふと思う時があって。合ってはないね。うん、だからいい。合ってなくてもいいけど。僕はもう。企画会議行くからには好き勝手言うぞって思ってやってるから、うんうんうん、でまあ別に OK かノーかは別にあんまり気にしなくて、でももうまあ僕が興味あることとかだから言ってるけど、うんうん、これは感激部としてどうなんだろうっていう気はたまに ね、まあ、ね、なんか周期的にたまに思う。メインのそうね、メインのコンセプトは好きなことを好き勝手に言うっていう場を作ろうってことだからそれでいいんですけど、ってなるとでも僕はだから見る人側の意見は多分ほとんどないんですよ。そうね、作る側の作る側の意見がだからそういうそっち側に番組の方向性がいってるのかなっていう気がする。まあでもちょっと変な方向から眺めてますよみたいな意味の感じとは感じとしてはでもそれありますよね。そうね、サブタイトル、うん、昔あったもんね、批評学みたいなやつ。あ、一応そうですね、一応ついてます、ついてます、ついてます。そうか、もっと言ったらだから本当に感激として、うん、感激部として成立させるんやったら、うん、ほんまにお客さんだけが喋ってる方が、うん、感激部として成立するんやろなって思ったりはして。そうだね、まあでも、うん、とかね、まあ別に要は出る人出れへん人は見る見方がわからないみたいなやつに出会った時になんとなく取っかかりになるようなに好きに喋ってて、あ、こんな見方もあるんやみたいなこと言えてりゃそれでまあ多分いいので、あの人らあんな適当なこと言ってた、私も言おう俺も言おうみたいな感じになる。あ、はいはいはい、言ってええんや感を、ね、そうが、うんうん、は大事。でもスタートそうやったね、確かにね。そうなんですよ、だからそこさえブレてなかったら、そうそうそう、あの誰が見てるっていうのは。そっか、だから例えば「シン・ゴジラ」の回やったにしてもめちゃアホみたいな見方を提案するっていうのもありやったってこと。そうですね、やりようとしてはこんなん言ってええんやみたいなのがあれば、うん、もっとみんな「あの人らアホみたいに言うてるから言ってええやん」みたいな、炎上もできたかもしれないし、そういうことか、ね、あれはダサくすぎるみたいなことを言い出してもいい、わざと言うてね、うん、いやわざと言ったらダメ、バレるけどね、うん、そう全部潰しに行くからね、うんうん、僕とか竹野さんわざと言ったらほんまに心の底から思ってたら潰らへんかもしれんけど、ね、ちょっとつなんかやったろう感で言ったら全部潰しに行くから、ね、うん、おー、そう分かった、そうでしょ、分かったな、頑張るわ、じゃあ。いや、潰すというか、もう全部そこはこういうことでいいんですよ。ここはこういうことでいいんですよ。普通にゴジラ好きやから、うん、その話に。普通に肯定しに行くとは思うんです。なんで、あれでもそうか、最初だから、匿名感かなんかのやつですよね。匿名劇団のジャークか。あ、一番最初にこれをやろうかみたいな話。フラッシュフィクション。そうそうそう。あれを福ちゃんがやりましたよ。でそれの何かの1年かなんかの祭り でゲストで僕が行ってなんか若手がいっぱい喋ってたやつじゃないの。あ、ではないんです。でその後にあったやつで、ひろすけさんに来てもらって、ほんで、福ちゃんにも来てもらって、うん、ジャークを見ながら好き勝手な解釈をしていこうみたいな、アフタートークみたいな感じで、ね、その時はもう完全にアフタートークみたいな感じやって、うんうんうん、でこれどういうことなんやろどうなんやろみたいな、ほんで俺好きやん調べんの、うんうん、めっちゃ匿名劇団の昔のブログとか全部読んだんやんか、うん、で行ってこれはこうなこうなとか、そのブログ的であるとか、うん、なんかそのどんどんインスタントなものになってるよねみたいな話をしていって、それが結構面白かって楽しかったのね、うん、それをそういう風に見ていくっていうか、うん、普通の物語のつながりじゃないけど、うん、その合間でなんかちょっとちょっとのシーンしかないから、うん、隙間を埋めていく作業が演劇にはあるんじゃないかみたいな、うん、そういう話をして、それが面白いから、なんかあれをまた別の見方もできるんじゃないか。竹野さんと話したらなんか3本あってんけど、どれをスタートで見るかによって全然印象が変わるよねみたいな感じで、意見が結構食い違ったり、
おえ面白いなと、こんな見方もできるのか、福ちゃんの恋愛のなんかコンプレックスを成就させるもんなのかとか、なんかそうじゃないのかとか、そんな話まで広がっていって、まあ、見方によっていろいろあるわな、じゃあちょっといっぺんそれやりませんっていう話でガスタート1回目でエンタメ系って何みたいなのをやったね。そうね、エンタメ系やったね。そうそうそう、あれでもどう、うん、そうね、難しいね。エンタメ系はなんかふわふわしてた気がするな、最初の頃は。でも結構どれもふわふわしてました、うんうんうん、でもなんか一本決めてそれに対してみんなが意見言うやつってやってるやんって感じするのね、うんうんうん、あ、どこの何に関してもってこと。そうそうそう、課題があって、うん、これ見てここで話しましょうっていうのは、うん、ザロンサロンとか、うん、あと塚本さんがやってるやつ、三田村刑事とか、うんうん、味方講座みたいな、そう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 、講座、感激講座やったかな、うんうんうん、でやったりしてんのね、ウィングのことで、うんうん、そうなんや。そうそう、まあそれは配信してるわけじゃないんだけど、はいはいはい、その場で観客が来て一緒に語り合うみたいな感じの、それはあるから、なんかそうじゃないとこにはやりたいなっていう気持ちがあって、ある意味いいかもしれんね、この作り手側の意見をワイワイ言っちゃうっていうの。でもそれが嫌やっていう時もあったのか、あてんな、それもね。え、だって言うの嫌や。俺も嫌や、言うの嫌や。そもそもそう、聞くの好きやから、うん、こんな喋るの久々やろ。だってそうやろ、だって、うん、その、うん、腹開かへんくせに人の腹だけ開かせる、うん、そうそうそう、それが好きやもん。そういうのがちょいちょい見えるから、うん、なんかそれどうなん大丈夫なんて俺はたまに思うけど、そう、いやもうそれで腹開いてからじゃないと、やあやあ我こそはつって名乗らんと名乗ってくれへんでって俺を歌うから、うん、なるほどね、そういうこといいな、いいな、名乗っていくってことじゃ、そう、え、何いいな、いや、お前誰やねんって言いながら歩いてるやつみたいな。そうそう、なんか分からんけど攻めてくる、お前誰やねんって言いながら、うわーって言ってくるタイプやから、怖い怖い怖いって、めっちゃ君の名はみたいな。そうだ、君の名はなんだ、そ、そんな話なんや。分からんけど君の名はって、あ、そういうこと、名を名乗れみたいな、名を名乗ったらええってことじゃあ。いや、どういうことや、どういうことや、そのどういう、そのもう言葉面だけの意味なのか、もっとこう、うん、大きい意味で名を名乗ったらいいっていうのか、腹を開くっていうのは、そうそう、まあまあ、なんか俺はこう思ってんねんけど、そうそう、お前はどうだ、こうやねんけどどう思うみたいな、はい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 、やっぱ言った方がいい、うんうんうん、な、僕はね、なんとなくその方がフェアだなって、自分側もフェア、うんうん、アンフェアみたいな話で思うから言った方がいいなって思うんだけど、うんうん、ちょっとこの人こう、うん、まくし立てて聞いていくから、そうやな、そうやね、そうやわ、ほんまやわ、なんかどうなん、どう思う、まあ、俺はなんか横で聞いててそんなにいい印象を受けへんの、うん、あ、こいつちょっとエグいやつやなみたいな、なんか勝手やなって、うん、結構エグい話をしたら嫌がるじゃないですか。え、僕僕自身が、うん、あー、そうか、うん、それは今聞きたくないみたいな話だったら結構露骨に嫌がるじゃないですか。結構選別激しい、どうだと思うぜ。めっちゃ暴君なんね、暴君、そうか、なるほどな、暴君や、なるほどな、聞きたがってるから言うたのにみたいなこと言うてます。そうか、それはあかんね、うん、ほんまやね、それはあかんわ、こんなとこはね、ちょっと見てて思う、うん、なるほどな、めっちゃ反省会。いつに反省会、そうね、うん、な、聞いたあかんのかな、でも聞いてもいいけど、最後まで聞いてあげろっていう話、聞くんやったら聞くで、覚悟も聞かなあかんし、自分の話も、ね、だからイーブンじゃないと俺はあかんのちゃうかなと、うん、聞いたらあかんわけじゃないねんけど、うん、聞き方の問題、それ重たいの聞き方知ってる、いや、ひど、なんかね、うん、たまにひどい時あります。そう、ね、なんかね、閉じてる感じがする、聞いてる、そうか、うん、これどうなってるんですかみたいな、なんか閉じてるね、なんか感じがして、ああ、うん、なるほどね、閉じて、ああ、聞いてんねんけど喋り出したらなんか別のことしてるみたいな、いや、そういうことじゃないね、うん、何やろ、目つぶってんの、あれ下手したら、めっちゃ考えてんねん、下手したらなんか、うんうん、誘導尋問っぽい時があって、
ここにこれを聞きたいからこれ聞いていってるみたいな、なんかあそれはあるね、うん、そうなんかこう道筋決めてるなこいつみたいな感じがなんかとなく、ね、ちょっとわかる、はいはいはい、ちょっとわかる目的はあります目的言わんとすることがわかったあの誘導尋問とかじゃなくてなんかこうあの欲してる答えがあるんですそうだからこいつの答えを絶対カここに落とそうみたいな雰囲気が見えんねんむちゃくちゃ予想外のことを言われたら聞かないじゃないですか、うん、そうかも、うんまあなんか自分がすごく分かってきた割とそうあのだからこう外郭を広げようとするんじゃなくて、うん、広助の話を聞くけど、うんうん、外郭は広めに取ってあって、うんうん、外城壁もあって中に物詰めるってるんですよ、うんうん、あのその城壁潰していって行くタイプじゃなくて自分からこうどういうことどういうことえ広げてるけどそうそうそうだからね、うん、何やろあの広助祐介さんは多分、うん、そのこう枠みたいなのがガーンって外れるのが気持ちいい時があるから喋ってるんですけど、うん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 、広助さんは、うん、枠はもうあるもんやからその中にどんだけ物入れようみたいな入れるものを人からもらいながら喋ってる時がわかるあの喋ることによってその、うん、自分の決めたい枠を豊かにするために、うん、そう喋ってる時があって自分の決めたいイメージが、うんうん、をこちら感じる時があって、うんうん、自分のあこうはえどうえ分からごめん全然分からないだから分からないかもやっぱ決まってんねんなんか、うん、それが分からんからそうなってんのかもしれない多分そうです、うん、そこが限界値なんですよなるほどね僕はだから、うん、限界値って悪い意味じゃなくて、ねうんうん、そこが守備範囲というか、うんうん理解の範囲みたいなこと、うんうん、僕はだからそうやな、なんかわけわからへん答え来たらほんまにちゃんと考えたいねちょっと時間ちょうだいってなって考え出すねだから、うん、っていうのがあって、うん、だから なんか、うん、そうかもしれない予想外のことが来た方が楽しい、うん、俺もそっちなので多分、うんうんいやこれは別にね、まあ、どっちでもいいんですけどね、うんそうか、でもじゃあ、でも聞くじゃないですか、番組やから、うんうんうん、それはゲストのことを聞きたい、うんうんうん、せやけど、ゲストから変なことが出た方がいいよねっていうのが基本のスタンスってこといや、変なことが来ようが、うんうん、いいことが来ようが、どっちでもいいっていうのが基本スタンスか、うんうんうん、で、俺は結構離れすぎたのはちょっとやめといてよ とてよってもうちょっとこっちの筋でやりましょうよっていうのが強すぎる空気がちょっと見えるっていうあーなるほどねそれでもそうかなそれは、うん、それやったら分かる気がする、うん、だからそんなに決めていかん方が面白くなるんじゃないのって僕は思ってしまう、うん、ああなるほどねうんはあ、ははあ、そうかなんか割とまとめたがりな感じそうよね、破壊的じゃないよね世界観はね、うんうんうん、あんまりむちゃくちゃになりましたどちらかりましたいやまあ楽しかったねではお疲れ様でしたそうそうそうは まずいかなって思ってる なんか持って帰りたいって思ってるからそうそうそうだからそうそうそう何かをし分かっただから何かを知りたいっていう最初の話にしても、うんうん、なんかこう回答がある前提じゃないですかそれはその回答を絶対視するとかではないんだけど、うんうん、要は回答そのものがあるという前提、うんうんがあんまりピンとこないというか俺は そういう話を聞くのが面白くないなと思うのかな、うん、回答がないものを聞く方がおもろい、うん、かなっていう気がちょっとするなうんどうなんやろうないや別にだからなんやねんって話なんですけど、うん、ってことは要約していくと、うんうん、そんな結局ゲストがむちゃくちゃ言うやつの方がいいってことやっぱりいや別にそういうわけじゃないねんてそうねだからなんかゲストがどうこうではないと思う、うんそかうん、なんかちょっと分からへんけど、うん、それはその僕らも思ってない意外性があるかもしれへんし、うん、そのゲストの可能性として何かあるような気がするけど、うん、泉君はその可能性をちょっと消しにかっ、うん、積みにかかってて、うんうん、その感じがなんかんもうちょっと広げたいのになっていうか広げてた方がなんか向こうも話乗ってきそうな気はするけど、うん、なんか
うん、何やろ、乗ってくる乗ってこうへんの可能性をちょっと潰しかけてる気がするというか、なんか分からへんけど、そうやね、気はするかな。なんかもうちょっとこうほったらかしてあげたらいいのに、ちょっとこう固めにいってるから、もしかしたら窮屈になってない、ゲスト大丈夫みたいな心配がたまにあるっていう、分からへん。それは泉くんはもっと違うものが見えてて、もうここはないなって確実に分かってるかのかもしれへんけど、それは俺には分からへんけど、そうね。いやでも俺はそうやわ、多分結構分かってる感を勝手に思ってる。ここもあ喋らんなって思ったらこっちに振ったりとか、こっちにで、ここが今喋ってないからここの話聞きたいなとか言うとか、まあ、聞きたいんちゃうかなって思ってるかなとか言うところに振ったりして、で一応このなんかそうさっき言ったみたいに、まとめたがりやから、ある程度今回の放送でこういう流れにはなってるから、ここに収まっといたらある程度綺麗になるよねっていうのはなんとなく想定しながら喋ったりしてるから、例えば全然喋ってない人がポツンとずっとおったら、やっぱ振った方がええんちゃうって思ってしまうタイプというか、でそれで全員が喋った回数が大体何回ぐらいで、でもここでパンチがあるのが一つあれば、ここに来た人も成立するよね、成立するって考えちゃうの。そう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 、物語を構築してるんやね、うん、やと思う多分、うん、それがいらんねやろね。でもこいつ喋らんでも、あいつ何やったんってなってて面白みもあるやんか、それを俺はカットしてる感じはする、確かに。そういう意味で言うと、それはでも多分、その視界的な細かいことをやることによってカットしてるというよりは、そこは俺むしろその方がいいような気がするんですよね。だって見てる人もどちらかへん、うん、でもうちょっと広げたいってこと、そしたらそれを、そこなんですよね。だからその、いや、この会話で分かってるんですけど、分かったんですけど、だから今聞いてて分かった、絶望的に広げてるべき線があるみたいな感覚じゃないですかここが国境みたいな線があって、それを広げたら行くみたいな、なんかライ自分の到達ラインみたいな、手の届く範囲みたいなのを想定してやるってことですよね。ごめんなさい、ちょっとよく分かんない、言い方が悪いな、だからその、会話の流れ、をちゃんと取り仕切るのはすごくいいというか、それはその方が絶対見やすいのでいいから、何やろ、そのどういう点かな、取り仕切っていくのはいいんやけど、ああそうか、でも言うてることは一緒になるのか、だから この辺でまとまりをつけようみたいなのが見えちゃうとダメみたいなことか。例えばね、いつもこういう感じでね、実はそこのそろそろ CM ですって出るわけじゃないですか、これを見たりするわけですよ。じゃあこの CM までにある程度の流れまでを作っといて、ここで切ろうっていうのを考えちゃうんだけど、多分これがそれなんかなっていう気がしてて、それをせんと別に何だろう、決まってないから、その先までなんか話がどんどん面白なってもいいんかなっていう気もするんで、そうやね、なんかね、まとめでもいいと俺は思ってるけど、区切りはつかなあかんと思うね、CM に関しては。そうだから、その時にぶつ切りでもええんちゃうっていうこと、形が綺麗でやったらいい、そうにしたいだけはめっちゃ、俺は区切りついたらもうぶつ切りでもいいと思う、なんとなく、ああもういいかなっていう、この辺で十分かなと思ったらぶつ切りでもいいと思うけど、一旦しっかりデザートまで一回、毎回ちゃんとデザートまで行きたい、ちゃんとフルコース食べたい、ちゃんとデザートまで行って終わってっていう。でも俺はいい食事やったなって思いたい、とりあえず、ああ肉食ったからじゃあ CM 行こうかぐらいでいいやって思う。ああなるほどね、じゃあ続きはまたデザートは次にあるやろみたいな、多分そういうことなんちゃうかな。なるほどね、なるほどやけど、どうしたらいいのやろ、分かれへん、それはまあまあ、やりながら、分かったっていうか、分かるけど、どうしたらいいのやろな、それまあ、そもそも、それこそまあまあ、やってて腹で感じてるのと、映像に乗ったって見てるのもまた違うと思うから、そうなんですよね、結局そういうことになるよね、そうなってくるんですよ。だから、映像としては、映像の分で見てる分には、そこまで僕も本気で一生懸命見て流し見してるから、分からへんねんけど、それで成立してるんやったら泉くんが正解やし、そうそうそうですね。これ俺らはお客さんのこととか考えずに喋ってるから、こういう言うたら
まあ広介さんに対する不満というか物足りないみたいなことが出てくるけど、うんうん、それは単に人付き合いとして言ってるだけで、そう番組としては関係ない可能性が高いよ ね、まあ、そうだね、それはめちゃある多分それはあるよね、うんうん、だからまあ今まで通りでいいんじゃないですか。よっしゃ前半もやった OK ということで、いやいやコマーシャルですか。じゃあコマーシャルで、お休みの日で劇場に別の日に行っていただいて、まあその日に来ていただいてもいいんですけども、もし見ていただけましたら大変ありがたいなと思います。で D ボタンで、投票ができまして1位が決まる と、ABC ホールの方で公演ができたり、ちょっと賞金がいただけたりで、本当にあのよろずやさんとせつなさんすごくいい作品だと思うんですけど、もし本当に、はい、意外におもろいやんって思ってくれはったら、ババロアーズに1票を入れていただけると大変ありがたいと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。見てください。はい、どうも超人予備校プラス何人かです。はい、超人予備校第12回本公演足川全力モンチーを上演させていただきます。はい、はい、どういう話かと言いますと、お猿さんも妄想するし人間も妄想するという妄想が入り乱れたり現実が入ってきたりとか、まあいつもの超予備みたいな感じです。はい、うん、はい、アバロワーズの向こうダメチコです。いや、でもなんか本当にみつるぎワールド全開という感じで、はい、ね、夢なのどうなのみたいな感じで、はい、なんかドリワール、大丈夫な感じで、ドリワールって言ってたら、こんな感じ、はい、みんなやる気はある、大丈夫、何人だけですからね、本当に知らない、言うのここだけなんですから、これ宣伝者みたいな、めっちゃアウェイ感頑張ります。全力で頑張ります。何を、日々稽古頑張ってますので、ぜひ皆さん劇場インディペンデンスシアターファーストでお待ちしております。めっちゃ長いことをやるんですよね。はい、はい、日程が11月2日水曜日から6日日曜日までです。はい、8回やりますのでぜひやってください。水曜からすごい、ダブルキャストもあります。開演前に音楽祭もやりますので、すごい、なんか見に来ていただけると助かります。すっごく変なことになってます。あおかぶにハードル上げるとこだった。どうなるか分からないような状態にきますので、まあ想像できないところに皆さんと一緒に来たいと思っております。それでは劇場でお待ちしております。お願いします。お願いします。緊張宣伝です。10月29日、それ行きにくい、30日土日に花園町のジャントゥトゥクにてピンク地底人私のヒーローというお芝居をさせていただきます。これがタイトルでございます。このピンク地底人京都の劇団なんですけれども、今毎月
公演をされてまして、それの、5回目かな、もうのなのに結構本当にがっちりした会話劇で、結構あまりないそのドライな感じの会話劇がありまして、ドライなんですよ、なのでドライです、ドライです、これなのでこれ見てから調理に行くとサウナ入ってから水風呂行くみたいな感じでよりふわっとなれると思いますので、そういう質問でしょ、大丈夫、大丈夫でしょ、みんなあ、よかったら来てください、はい、僕も行きます、ありがとうございます、ぜひよろしくお願いいたします。はい、劇団一撃秋の勝手に演劇祭りと題しまして、9月 ABC ホールにて9月23日から25日大熊龍太郎作演出のシャドートラフィックと、はい、10月竹村慎太郎プロデュース、一人用にシアトリカル大店にて10月28日から31日まで、はい、やっております。はい、各種遠征割などたくさん、はい、いろいろ今までやったことないようなあの割引なども行っておりますので、詳しくは一撃屋のホームページ、Facebook、Twitter などをご覧の上、ぜひともご来場お待ちしております。待ちしております。愛してるで、愛してたで。男は天涯孤独の身の上で育ったが、寂しくはない。生まれた時から死神が取り付いているから。っていうかむしろ、うるさい。満月動物園が送るメルヘンハード死神シリーズ第4弾 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。というわけで、そういうことか、めっちゃ盛り上がりましたね。いやもうあの一番、うん、今日もう一番いいとこを CM 中にやっちゃいました。終わりです。まあまあ来月から楽しくできそうやな。別にいやでも続きな、でもなんやな、続きで言うと俺結構さ、うん、ネチコイやんか、うん、基本さ、うんうん、1回目から全部1個ずつ言えるかもしれない。あそこがね、あそこがね、あれのこれどうなんみたいなとかさ、うん、そうやな、そうだからゲストに、そうやねんな、だからでもさ難しくってさ、うんうんうん、なんかよくそういうのでやるけど、うん、で会議とかでもやるけど、うん、さっきもちょっと言ってたけど、じゃあこれが正しいかどうかって言われたらまたちょっとちゃう話よね。俺らがやりたい、ここもだから枠に当て込もうとしてるんだけど、うんうん、俺らがやりたいもんをやっていきましょうってスタンスやから、一、うんうん、人がちょっとわーってやりすぎるのはどうなんやろ、うんうんうん、だから最初に竹野さん最近おもろいことになって立花君ないって言って言っていったら聞けるから、聞ける時点で俺は楽しいから、ここで成立して企画が決まっていくっていうパターンにはなってるなと思ってて、でそれはでも3人のやりたいことにはなってるよなとは思いつつ、まあまあ全員が全員全く我慢がない状態でやるっていうことは絶対ありえない話だから、うんうん、でも持ち回りもええかなと思うのよ、うん、あーこの会は竹野さんだけがめっちゃやりたいんだけど俺は全然やりたくないみたいな、うん、いっぱいあるもんな、そういう会話。竹野さんがうわ盛り上がってる時にうん、うん、ちょっとちゃいますねみたいな、なんかそんな企画なんか結構何回かある気がすんねんな、うんうん、なんかもう そういうのを一個ずつやっていくみたいな、まあありかもしれへん ねそれはでも、うんうん、そういうのもぼちぼちやっていかなあかん気はするけど、うんうん、しんどそうやな、そうやね、そうなんですよ、しんどくさ、もう自分のターンになったらもう自分が全部やらなあかんから、うん、それがめんどくさいなっていう正直あるんだけど、でもそれはさ、シンゴジラでもあんだけやっぱ喋れたから、うん、言いたこととかいっぱいあるんじゃないの、普通シンゴジラをずっとやるのは OK です。そう、シンゴジラを何回もやるっていう、いやだからシンゴジラは苦行みたいなこと、シンゴジラさ飽きるまでやる、ジアートオブまた伸びましたね、あ、また伸びたんですか、12月え、マジで、12月攻略本、攻略本、攻略本1万円ぐらいする、1万円ぐらいするやつ、だからまた小松さんよりも時間が遅くなった、エモスさんが勝ったやつやろ、そうそうすごい、まあいいんですけど、そう伸びたからね、小松さんがまた伸びたなと思って、ああ、ほんまですね、あそうね、シンゴジラやらないと、でもシンゴジラ
そのね、だからそうなんですよ。だから常に3人おらなあかんわけでもないなっていう気はしてて。どういうこと変わってる。でも多分ね、そこを崩すとね、多分ね、うん、もう多分あの後悔もういいかって言ってやめる方向にしかならない。やめてあ、そう。そうかそう。うん、いやでもおんねんで、現場にはおって聞いてんねんけど。それでもだから俺はそれさっきそう思ってて、うん、俺だから。企画もするし、うん、こんなんやろうっつって、うん、枠組み作るの好きやから、もうだから演出派やねん。そこ座ってるか、なんかちょっとそのあたり座ってもうずっと盛り上げて、そうそうそう、二人喋ってないとか二人喋ってないとかで終わったら王将でダメ出しが始まる。そこのさ、立花君さ、はい、45分のとこさ、はいはい、そうそうそう、45分何分で喋ってましたかね。そこそのノリじゃなくないって、それなんですよ、役者が分かるやんみたいな。いやちょっと乗っちゃったんで、 そうね、そんなんやりたい。でもなんか一回実験的にやる。あなんかダメだ、演出とダメ出しの回、演出とダメ出しの回っていうか、泉完全に裏に回ると巻きみたいなやつ、それ やりたいよ。まあ、基本的にあんま人前でんのあんま好きじゃないから、ね、なんでやったんこの番組。なんで受けたん、なんか盛り上がったんやろ。いや、まあこうまあ、話すのは好きやけど、うん、違う、俺だから話し出すと結構もうカラッてなっちゃうから、あそう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 、そうか、演出とか多分俺の現場嫌やと思うで。ねちこいは結構長々なんか丁寧に嫌なこと言われるみたいな。京都や、京都や、でもそんな感じやな。確かに京都や、終わったって思ったらまた振り返すみたいな。うーん、そんなん、そうね、そんなんもあるから。そうか、でも、そうな、その辺はでも泉君あんま気使わずに言うってこと、演出の時って。そのいや、もう作品で作りますよで、うんうん、いやこうやねんってなってる時は、うんうんうん、もう それをどうするかしか考えへんよ。あそうか、言って分かんねやったらそうするし、うん、こういう方法があってこういう方法やってやるんやったらそうするし、うんうんうん、それはするために僕たちは生まれてきたんだみたいなことあるやん。なんていうか、まあまあまあ、そういうもんやんって思ってるけど、なんかそこで別にあじゃあいいよとはならない、うんうん、まあまあまあいいよはあれやけど、うんうんうん、それはそうだ、うんうん、いやなんかね、その人に教えるとかもある、うん、あるんですけど、ありますわな、ね、はい、そのなんやろ、この人の、うん、なんやろ、キャッチャーミットってどんな形してるんやろっていつも考えんやんか。いやすごいね、だからそんなこと考えない、あの、うん、同じボール投げてもみんなに同じように届くとは思わへんくて、うん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 、こいつにはこういう風に言ったら俺の思ってることやってくれるって、うんうん、こいつやったら逆にカーブ投げた方が俺の思ってるようなことやってくれるんちゃうかみたいなことを考えんねんか。ああ、うんうんうん、なるほどね、うん、まあでも多分考えてると思うねんけど、わかるわかる、うん、キャッチャーミットではないだけで、うん、反応を見る、はあ、単純にそれは演出やってるわけだから、なんか例えば俺よくこういう癖とかがあんねんけど、うんうん、こうやったりとか、うんうん、これがどういう意味を表してるかとかは分かるやんか、あこれちょっと不安そうにしてるのかな、考えてんのかなとか、そのあたりはあの第五みたいなもんやんか、あ今右上見ました、ね、メンタリスト的な感じでにちょっと近い部分はあって、あその人の、うん、その感じとかで、あこの人なんかこういうこと喋りたがってんのやなっていうのは、うん、なんとなくもうやっぱ十何年もやってると、うん、分かってくる部分があって、それは泉くんの方が全然違う。それでそこをどうするかみたいな、喋、うんうん、りたそうやけど抑えとくのか、喋、うん、りしたそうやったらえ何何聞くけどってやるのかどうかの違いみたいなのがあると、うんうん、だからミットっていうかそういうのは判断しながら喋ってると、うんうん、でもそれでまとめたがっていくんやけどね多分、うんうん、そう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 っていうのは思うかな、うん、まあ、なんかそうすげえ、二人ともコミュニケーションができるんやと思いながら聞いてたのに。すいません。え、でも、すげえ。え、竹野さんは違う？竹野さんでもなんか、何やろな。多分無理ですね。うん、うん、うん。無理でしょ。やっぱ自分が言いたいことはでもちゃんと主張する感じがすごいあるな。そやけど。うん、それしかできへんような気がする。うん、そこまでしかできへん。でも結構ちゃうこと聞くでしょ。でもなんかだから その先がで無理なような気がしますね。なんかそのこうしたら自分のあれがうまいこと通るんちゃうかとか工夫せえへん気がする。あかんかったら普通、あかんって言われたら普通に何やとって言ってしますが、ね、シンプルじゃあ諦めるわみたいな、うん、ああそうかすごいね、なんか
わ。そうなんです。なんかすげえな。その人の鍵の形が違うから、そのもう本当に芝居始めたての子とかって一人一人そのと感情解放というか、うん、テンション上がる瞬間の、ね、その、パンって開ける瞬間って、うん、みんな育ってきた環境が違うから、うん、全然鍵の形が違うから、うん、それを何をしたら鍵が開くんやろうっていうのをずっと考えたりとかするんで、いろんなパターンをやっぱ試さなあかんなと思って、それをもう柔軟に変えてあげないとあかんねんなと思う。だからね、その一人の俳優さんが演出家とか監督、うんうん、映画であったり監督、うんうん、どんな人と出会うかで花開くか開かへんかってすごく巡り合わせの部分があるから、うんうん、それは僕はまあその作品を作ってるわけじゃなくて演技指導をしてるから、うんうんうん、それやったら僕が柔軟に変わってその人をやってあげないとあかんなっていう、一生懸命やってくれてる限りはね、うんうん、なんかひねてたらお前もええわってなるけど、うんうんうん、っていうのはあって、なんかいろんな言い方というかいろいろ試されてる方は大変かもしれへんけど、せなあかんなっていうのは思ったりするんですよ、っていう話なんですけどね。試すのは試すかな。うんうんうん、よくわかんないけど。雰囲気作りも大事ですよ。稽古場とか。うんうん、全然できへんぞ。あんま気にしない。常に。いやでも嫌よ、なんかたまにだから。何やろ。僕だから普段全然ですけど、たまにやっぱ声荒げて稽古場で言う時あるんですね。うん、ああそういうとこも含めて雰囲気か。そうするとやっぱりピリッとはするんですよ、役者って。もちろん、その何やろ、なんかまあちょっと汚い言葉言ってるのかな、何やろ、ふざけんなおらみたいなこと、うん、みたいなことを言う時があるんですよ。うんうんうん、でその後の投手めっちゃみんな頑張るっていうのがあるんですよ。バグダッドカフェあるある、泉あるある、泉あるある。何人かは、うん、見たことあるかもしれないですけど、うんうんうん、でもやっぱそれやっちゃうと、うん、でそういう現場もあるやん、やっぱめっちゃガンガン動画が飛ぶ現場もあるやんか、あれあんまり居心地よくないわって思ったりするけど、うん、確かに頑張らんだなって思ったりするもん、うん、でも慣れてきたら、うん、もうそんなどならんでもやることやったらいいでしょって思うようにやってきたりするから、うん、そういう人を集めてるときはもうどならんと効率的にこうばっかり考えるようになって、なんか全然なんかほんまに稽古だけにするときとかもあったり、逆にそうじゃないときはとりあえず最近やったことをずっと喋って稽古が終わるとかをした方がロングレンジで見ると効率がいい時があるみたいなことを雰囲気作りというのかわかんないですけど、でもそれそういうのはしますね。あるかも。そうなんです。怒るとか締めるっていうのは本当に使いようというか、うまいこと使ったら効くけど、ずっと怒ってたら人離れていくだけやから、うん、そうね、うん、うまいこと怒らへんな。多分怒ったことってあります？竹山さん、いや勝ったなって怒ることしかできないと思いますね。そのうまいこと、まあ、この場面でとかはやらんと思う。そんな計算して怒らはしないと思いますけどね、うん、それはもう計算して怒ったら多分計算してるのバレるから、あ、うん、もういっそずっと怒ってるのにとか、そういうことだけでもずっと怒ってたらもうこの時に間違いないですけどもええわ、もっとこうってなるもん絶対。そうね、うん、それは基本は楽しいの方が絶対いいやろうなとは思うけど、でも楽しいだけじゃあかんしみたいなところとかな、うん、現場で怒ったことはないような気がする。そうなんです。だからイライラして早口でまくし立ててることはよくありますけど、ああ、うん、はいはい、わかるわ。でも、うん、イライラしたらなんかやっぱりそうなるかも。早口になる、うん、まず早口になるのと、うん、なんか反論されたないじゃないですか、なんか言ってる時に、うん、だからそれを封殺するように次の言葉を出すみたいな、うん、これこうでしょこうでしょ、だからこうでしょ、だからいや違いますっていうのをどん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 言っていきたい。いつめで行き場をめっちゃ嫌やと思うけど相手は、うんうん、きついな。多分なんかそれがうまいこと言ってない、うんうんうん、なんかこの芝居がやりたいけどうまいこと言ってなくて、いろいろやった結果まだうまいこといかへんし、本人も気づかなくてこっちが根負けしちゃった時とかにそれをやったりしちゃって、
まあ大変やと思うけど。根負けはするよな、でもな、めんどくさいよな、あれな。そんな経験があるっていうか、いや、だいたいそこじゃないですか。あの、まあ、そうそう、作ってる時に、うんうん、おもろなくなる時って、根負けしちゃった時、うんうん、だから、まあね、黒沢明だったらいかに根負けしないか。まあ、あのさん、こんまけも何もなさそうですけど、そんなやり方があるの？いや、わからへんけど、うん、あのちゃんすごいいつもハイテンションみたいですけどね、喋ってる。じゃあもうそういう人ない。いや、結構意味わかんないですよ。あのどういうこと？基本がメイキングとか見てたらすごいパワーがあるってこと？まあ、めちゃくちゃポジティブで、めちゃくちゃ楽しげに喋ってて、でもう何でも、わあ、これはこれがいいんだよみたいな。だからその日の夜、わけわからんおっさんおるじゃないですか、こんなんこないしたいなみたいな、あれのもうちょっとこうインテリっぽいやつみたいな。すごいね、でもすごい進化を遂げたんです。明らか思いつきでやってるやろそれみたいなことがやってるんですけど、なんか雰囲気が良かったりはする。周りもそういう人やと思うから、そうなんですよね。で、うん、そこがねよく分かんなくて、ま、周りも持ち上げちゃってるから、もう晩年とかになると、晩年の作品のメイキングとか見てると、なんかこう、いや、この現場はキモいぞみたいな、なんだろう、監督がいないうちからリハーサルが始まる、誰が見てんのこれ、ちょっと待って、監督が見てなくてリハーサルやるのあんま、やっぱあかんねん。いや、あかんねん。変な言い方かもしれないけど、初感がどんだけ分かってるかみたいな話になってくる。あ、そういうこと。そしてその日の昼前、監督が現れた。拍手で迎えるスタッフたち。おかしいやろ、ここ。朝から来いよ、お前は。おかしい。それはノリで拍手してるんじゃなくて、ガチの拍手ってこと。うわ、また遅れてきた、はいはいはい、じゃなくて、なんか、あ、監督、あ、もう崇拝され、いや、でも王国やね、ほんまに。そりゃ黒沢組がもうすごいね。セット作り始めるんですよ。セット作るの黒沢が監督やん。監督は、あの、雪のセットの中のところとかで、雪をこうやるから雪がリアルなんだよっていう、お前の仕事はそうじゃん、朝からリアルしてないとか。すげえ 細かいこともこだわりたい人っていうか、でも、まあ、こだわりもあるし、でもまあまあ、でたまたま全部計算でやってるわけじゃなくて、だからそういう、うん、なんか ここまでやればいいんだよみたいな、本当にイケイケな感じみたいな、で全員をまとめちゃうから、なんかスタッフとかもそれでバーってなって、結果的には面白い作品ができるんでしょうけど、あ、ね、まあ今会えんやつからしたら、とんでもなく嫌なやつでしょうな。あ、このおっさん何言うとんねんしかならないでしょうね。金盛り現場やったわみたいなことになると思います。なりますね、それは。だってなんかもうみんながあがめたてま、なんかもう全員が盲信的になんか一つのところに行っちゃってるね。で、一つのベクトルに向かってるっていうことやから。いきなり入ったら、えってなりますよね。そうですよね、ずっとおって。あれやったら黒沢明、知らん人が来たらもうわけわかんないですよね。あ、知らん人はなかなかいないですけど、何やろうってなるかもね。外人とあんまりなんかハリウッドでやった時揉めたりしたんでしょうね。なんかめっちゃ揉めて、劇団でもそうなんあるかも。いや、あるでしょ。稽古が来て、なんかその空気がなんかわかんないけど、最初参加できんくて、ちょっと後からなんか公演から合流するときに稽古場行ったら、なんかセミナーみたいな雰囲気出来上がってる感じね。そう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 。いや、その座組がちょっと仲良くなってるとかじゃなくて、なんかシステムがすごい。なんか、いや、もう言うてまうけど、普通にこう稽古始まるやんか、まず縁になるやん、お願いしますって言って、隣の人とハグしてくださいっていうところが始まる。で、結果的にはそれ、あ、良かったのかなと思うんやけど、なんかそれ結構新鮮やって、まあなかなかそんな現場ないな。ジャンクドアやけど、もしかしてそうちゃんがどうだったんですか。予想ついてる。そう、でも、あ、すごいメソッドがいろいろしっかりしてて面白かったんですけど、なんかすごい衝撃やった。もうだって僕おっさん組やから30何本ぐらいで、もう18ぐらいのことを、なんかジャージ着て抱き合うって、ちょ、これ赤のちゃうかなみたいなさ。ちょっとだからそこにもう麻痺してくる、麻痺させようみたいな。う、ね、うん、でもまあ単純にさ、はい、若い子とかで、例えば男女とかでもそうやけど、なんか
ちょっと彼氏彼女のシーンの時に照れたりして、うん、身体の触り方がもう、うんうん、下手くそやなっていう時あるやんか、うん、ちゃうやんちゃうやんみたいな、うんうんうん、それはやっぱ触れることで経験するからいいやろねっていうのをずっとやってんのと、プラス疑似家族感をすごい高める効果あるなと思って、うんうんうん、やっぱフリーハグってすごいなと思って、うんうん、まあまあ、ちでもやったろうかなと思って、今更泉どうしたってフリーハグやるわ、一ノ瀬ちょっとフリーハグやってくれ何の効果があるって言われそうな、そうあるよね、そんなのあるかなと思いますけどね。でも、うん、そうやねんな、だからいいように転がってる時はめっちゃ伸びしろ高くてスコーン突き抜けると思う、うん、そういうのって、うんうんうん、でもなんか一個引っ切って日々が引き出した時にもうバラ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 って崩れそうな感じはする、うんうん、なあ爆発力はめちゃくちゃあると思うのとまとまってるからピーキーですよね、うん、なるほどね、まあ、でもだからこそいい作品ができるのかなっていう気もまあせんでもないですけどね、うん、なんかな、でもそういう躁状態みたいなところにわざとおるってことじゃないですか、なんかあんまり好きじゃないのでもうそこに対するあれがあって、基本的にちょっとそういうとこはみたいな感じが、なんかパンってテンション上がってる、まあ人がやってるのはまだいいんですけど、自分のあれがパンって外れると割と後で落ち込んだりします。でもよう酒飲んでファーなってます。そうそうそう、あれは大体次に反省してるんです。マジで反省してる。そうです、そうです。ツイッターでつぶやいてる時も反省してないやん。だってツイッターでつぶやいてる時は次の日見て、あ、こいつ面白いとか思った。思考程がすごいぞ。ファーストの忘年会毎年反省してる時グダグダやもんな。一人でなんかみんなビールやる、一人だけブランデー持ってたりする。あれは大体毎年そうとか打つじゃないか、ただの酔っ払い。そう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 、そうやで、そうとか打つじゃない、ね、そんな失礼やで、そうとか打つの人に。あ、そうですね、ほんまやわ、ほんまやわ、それはほんまやわ。テンション高鳴る時とかあるんですか、そう、そんなんじゃない時で。さっきの黒沢明の話をしてる時は割とテンション高い。映画の話。あ、なるほどね。そうか、あるわあるわ、全然シン・ゴジラの話めっちゃテンション高いもんね。ブラックの話するときとか、あ、悪い話するときは結構テンション高い。3人とも悪い話好きやね、基本ね、うん、好きやん、悪い話大好き。悪い話もやってみてもいいかもね。か悪い話はどう、P 入れてくれるのみたいな。一回入れられないですか、P って。なんかやってましたよね、昔できるとか。モザイクはモザイクはなんかもうシステムがやってくれるけど、 P はだって音声。さっきの動画僕ジャンク堂って言ったのか。ジャンク堂ってまだあったっけ。球団中です。球団中やけど、うん、でもいろいろみんな頑張ってやってる。だけっていう発言も問題ない。そうです、もう入れたら、うん、まあまあそうやな、そうやな、まだその冠でやってる人いますからね。うん、ごめんね。そうだね。もう最近もう将棋場全然フォローしてないからさ、うんうん、将棋場がどう流れてるのか全然分かってなくて。でもそういう話の方が自由にできるんだったら、うん、なんかちょっと一回完全モザイク、モザイクちゃうわ、なんていうの、爆弾。そう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 。うん、あれ、我々は最初は優しかったんですけど、そう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 やね、もう放送の誰か分かってるしさ、この番組さ。 CV 竹信高いってどうせ竹信さんのアカウントでアップすんねんからさ。そうそうそう、分かるやん。オープニングで P 入れたい、 P 入れたい。いつも限り三昧でお送りしてます。分かるやん。分かるね、誰か分かるもんね。うん、色も大体こんなぐらいし、ね、黒いの竹信さんやし。私、感激のお客さんを呼んだ時に、うん、ちょっと顔を隠して、うんうん、声を隠してまあ言ってもらう。それそう、それやりたいよね。お客さんの、うんうん、その正直な。そうそう、言ったあかんっていうわけじゃないけど、まずやっぱりお客様の感じからすると顔出し NG やと思うから。それはね。そうそうそう、うん、そこスタンスで声も変えて。うん、でもだからそう、お客さんもね、だからやっぱりそんなに。うん、あれじゃないですか、お客さんの話になってきたけど、いやいやいや、やるもうちょっとツイッターでこう悪いこと書いてくれてもいいのにとか。ああ、そういうこと。どうなんやろね、あれ。どこま
なんやろと思って。お芝居ってさ、基本的にツイッターとか見るけど、基本批判意見ないやんか、うん、そんなにないです、うん、よっぽどじゃない限りない。でアンケートも書く人も基本的にめっちゃ批判する人ってもう完全にプチンって飛んだ人が、うん、もう裏までブーッ書いてるやつね。英語で金返せって書いてるマジで来てるな来てるな来てんなって思ったけど、全て日本語で書いてほしかったな。そうあるけど、まあ、そうじゃない、なんか、うん、まあ、的確な批判もあるで、うん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 、気温がやっぱりこういう感じでこの季節はこうだと思うからとか、作品に対してどうだ、はいはいはい、椅子がどうであるとか椅子ね、そう、椅子はやっぱ多いけど、椅子は多いね、うん、それはでも、そういうことや、うん、実際そうやし、小劇場の椅子なんか硬いし、そうですな、もう俺も腰痛いからなかなかウイングとか行くのしんどいし、うんうん、でもまあまあそれでも見に行きたいからこそ見に行くけど、うんうんうん、そういうのはいいんやけど、なんか作品に関しては最初の話に戻るけど、なんか批判してあかんみたいなことない、うん、なんかそんな空気はないこ、うん、あるよね。それはそれで一意見やからええんちゃうんっていう、うん、スタートのね、僕らがアホみたいなことをバンバン言うとったら、なんか あそこまで言うてええんやみたいな、うんうんうん、ってなったら、ね、うんうんうん、そのアホみたいなことは言うべきじゃないの、うん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 、これめっちゃおもんないわっていうのを一、うんうん、回さ、チラシでさ、うん、これはちょっと隠すけどさ、某何組さんのさ、チラシすごいディスってる回があってんけど、ある意味俺はそれ今隠してもアーカイブの見たら残ってるからさなんで隠したんか俺には言わからへんけど、俺めっちゃ今なんかちょっと今近づこうとしてる政治を、政治がこれから政治的にはすごい興味あるから今。あ、そうなんや。そうそう、でもあれがあってよかったかもしれんけど、うん、それを言っていいんじゃ、にはした方がいいかもって思う。そうね、だから、うん、そうするとやっぱ俺らも気引き締まるし、うん、まあ、ガチのこと言われてるから、うん、だから難しいとこなんやろな、うん、だから残るとか、うん、そういうところが多分ネックで、うんうん、文字になるとか多分、うん、それこそそのライブで、まあ、俺が昔聞いた話では、うん、エマさんとかが、うん、その100エマちゃんとか、うんうん、その場限りのやつでそのチラシに対してなんかいろいろ突っ込んでいってるとかっていうのはあったって、パフォーマンスになってるところだよね、聞いたことがあるから、うんうんうん、そういう意味でその残らんっていうのはやりやすいと思う、口伝えとかになるから、だからアーカイブ悪いことばっかり言う時はもう生放送で、生放送と観覧のみでアーカイブ残すないみたいなことにしたらまだやりやすいかなっていう気はする。確かにね、放送ないとただの陰口会になっちゃうから、放送はありやけどっていうことだね。それはどういうラインだろう、面白いな。分かる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 、見てほしいけど残ったら面倒くさいから見てほしいし、公平性はあるというか悪口言うぞっていうの言ってるからそうなんかただまあまあツイッターにしてもまあまあ、だから悪口もね難しく、悪口っていうか悪難しいなって、批判やから悪口ではない、難しいんですよ、だからそのそれは残そうよ、じゃあなんか建設的な悪口と感情的な悪口があるやん。あるあるある。で感情的な悪口ってみっともなくて、そうね、でもそなんかね、その辺が難しくて、で感情的な悪口ってなんか人の心にも響かん気がして、で人の心に響くのはちゃんと建設的な悪口というか批評というかやなと思って、その辺をちょっとまあまあ考えて言わんとあかんなとは思うんですけど、まあまあ言うけどいっぱい。一応面倒くさいのは建設的やと思って言ったのに感情的な悪口だと思って、そうでも結局悪いこと言う時ってなんかあるから、自分の中では一生懸命建設的にしてるけどにじみ出てる感情が残ってる可能性はある。乗っちゃうとかね、セリフに乗るんやね、それはね、あ、そうこのセリフ乗ってるなー言うて、ね、あいつええセリフ言いよるわ、ええまで吐くなみたいなことはなきにしもあらずですけど、バレるっていうこと、バレるっていうのはまあでもそれはバレてもええかもね、そこまで、うん、その域まで芸が達して言えばいいってことですよ、あいつほんま嫌いなんやなっていう、そうでもそれも一つの意見、うん、まあまあまあ、だから好みの問題ですからね、そう、うん、それを言いにくいっていうのもあるし、逆になんか言われすぎてるっていうのもあるけど、うん、匿名で言いすぎっていうのもよくあるから、今読み的にはね、でも濁して言うんやったら読んでいいやんけって話が分からない、やって叩かれたい人たちやったよ、もともと炎上したいみたいな、あ、ここのやつが、そうここはね、言ってもいいだろうみたいなところ、うん、炎上して失うもんもそんなないし、別に、あ、俺会社辞めたらいいやな
会社辞めさせられたらちょっときついな。会社にまで響く？そんな炎上する？すごいっすね。行くならそこまで。あ、行くならそこまで。うん、狭いで。でもどう？業界狭いで。どこ叩く？どこ今だから、そんな梅坊とか叩いたらちょっとややこしいかもしれないけど、叩くつもりがあるわけじゃない。いや違う違う、悪口会やからさ、悪口会っていうか批判会、ね、ここのこれはいいんだけどこれは絶対ダメだみたいなことは、さっきのシンゴジラをみたいなことを言ったら、シンゴジラの会にいろいろこうしようぜっていうのを言うのはええことなんちゃうかなと思う、そういうのは思うけどね。ジャンク堂の文句言ってもどうやって炎上はせえへん。どこが炎上するんかな。炎上するとこってどこ。梅坊するって言ったら、まあまあ今梅坊はちょっと梅坊って炎上するの分からへん。でもまだ炎上までは言ってないと思うで。梅坊だってやっとここまですごい勢いやけど、炎上するって言ったら、ね、宝塚とかになっちゃったら、ね、でも宝塚でもだから熱狂的なファンがいいと、少々のことで炎上しないかな。多分熱狂的な肯定派がいないと、熱狂アンチに対してのその過剰な反応をする人がいないと炎上ってしないと思う。待って待って、でもだからそれってさ、炎上しようがスタートじゃん、じゃなくて、炎上しようみたいになってるね最初。いやでも炎上して会社にまで辞めなあかんっていうの話をしてるからってこと。その会社まで辞めなあかんようになる炎上とはどういう炎上なのかっていうことを考えたいやろ。でもそうやけど、基本は批判をしたいっていう気持ちがスタートしてるわけやから、ああそうね、そうそうそう、後からどこを言うたらええかっていうのはおかしいね。あいつのとこ行ったら炎上するんちゃうみたいな。いや別に家庭の話で分かるけど、そう別に、だから僕らがそう批判をするベースの中で、会社を辞めなあかんほどの炎上が起こるようなことはないんじゃないかって思う。いや、親会社を批判したらやばい。だからそれはだから何、感激部ですることじゃないやろ。そもそも急にね、急になんか急に親会社がさ、会社の株価とかえどうしたいすみって、今の次長が何ももらってるとかいうのを言い出すとやばい。そうそう、確かに意味がわからない。言わずに俺買ったんかな。俺らそれ、うん、それはさすがにそれはあかんわとかよう分からへんから、うん、ね、うんってなるやん。そうやね。でもなんか、でもだからじゃあ何を批判したい。でもだからよくあるのは何やろ、今考えていけばもしかするとちゃんと炎上できるかもしれない。ああ。だから小劇場、関西小劇場に対しての話とかはなんかいろいろ意見したいとこはあるかも。ああ、そうね。小劇場に関しては、まあ思うところはあるよね。それがいいのか悪いのかも別として意見というか、こうあった方がいいのにな。じゃあでもそれがあって12月それやってみます。やる？やる？うわいいな。年末に、ど年末でしょ、12月って。そうですよ、28とかじゃない。批判したいものをあげてみろみたいな。あるあるある。まあ、前もそういう話じゃん。でもこれはちゃんとした批判というか、もうよくある話とかですよ。例えばなんか小劇場に行く人間とか若い人間は絶対一回社会人を経験するべきやとか、だからそれは何でかっていうところの話とか、そういうことですよ。若い子一回演劇やめろっていうような話とか、そういうことです。なるほど。まあね、例えば誰をやめさせるのか。そう、そこまでこの間こいつがさみたいな。わけわからんこと言っててさ。でも単純にやっぱ時間守るとか、それは多分演劇人にも必要なことやし、どういう段取りでいくかとか、演技プランとかもあるやろし、プラン組とか、そういう話をめっちゃしたい。ね、別にね、だから趣味でやってるんやったらそれでいいけどさ、っていう話になって。ほんまになんか売れたいって思ってるんやったら、じゃあなんでそういうことすんのっていう話が。社会でなんかそんなやっていけると思ってんのかみたいな話。建設的ですね。いやいや、建設的なんですよ、基本は。炎上したいわけではないので。チェーなんでやねん。なんか今普通やー思った。いや、ちゃんとしたいから。ちゃんとしたい。なんか理不尽ない。なんか、今せっかくなんか3人で日に飛び込む感じだったじゃないですか。何急に。何求めてんの。求められてるか。来たな12月とか思ってたよ。あ、じゃあそれでもいいよ。いいよ。いいけど俺休むよ。その時俺ダメ出し書くタイプや。そう。いやでもそれ言ったら俺、分かりやすく 2.5 次元が流行っているこの世の中に対してちょっと、どうかなみたいな気もせんでもないし、それこそ前言ったその批判じゃないけど、それこそ先週の先月のあの最後に言った僕らはホラー
話を作ってお金をもらってるっていうことに対する何やろ批評というか考えとか何やろ夢を見て気持ちよくなってお金もらってるけどその気持ちよくなってもらってるっていうのは結果として僕社会的にいいのか悪いのかがたまに疑問になることがあって、いや多分それを見て次明日頑張ろうって思って原動力になってるのもあると思うけど逆になんかなんていうんやろそういうことを信じさせることによってなんかより社会に対現実とのギャップができてしまって現実を受け止めれなくなる人がいるんじゃないかとか なんて言ったらいいのかな なんかいよいよね思うことがあるんですよ。このエンターテインメントっていう業その職種っていうのはすごくなんか諸刃の刃だなって思ったりすることがなんかあってまあそんな話なんとなく何やろね、うん、でも似たことなんか分からへんけど、うん、思うとこはあるよ、うん、なんか何やろなある種めっちゃ流行ってまうもんってさ、うん、そんだけ影響力あるから、うん、でもそれええのって思うことあるよね。そう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 それ流行ってまうんで例えばさ君の名はさ演劇人めっちゃ不評やんなんか、うん、でも一般の人がすごい持ち上げてるというか、うん、それに対してなんでやろって次郎松田めっちゃ悩んでて、うん、そうなんでやろなんでやろってなってたりとか それはでも分かるなと思って、うん、そこまで小難しいことを求められてないんやろなっていうそれってさでもやっぱりお客さん交えての観客論みたいなところかもしれない、まあ、それ炎上しそうですねそうだってそうと思うよそこ一番炎上すると思うでもそこの観客論を分かってないと仕事にはならへんから、うんうん、いやだからね一番炎上するのは観客をバカだみたいなそうやと思うそうこの間もなんかそんなツイートがあってそんなことを言うやつこそバカだそうそうそう絶対それが無理でしょでそれはそれで正しいと思う正しいと思うんやけどでもそこもちょっとどうなんやろっていうのを一回観客も含めて話したいっていうのはあるよ、うんうん、あ戦場的なタイトル作れそうですよね観客は本当にバカなのかみたいな、うん、あいいですね反撃部やから ね、うん、それは面白いなうわー喧嘩売ってる感じだなもうでも消えましょ もうええ加減老後を過ごしましょうあとは観劇三昧にあの迷惑かけないようにだけそうかそうやなそうやねこれからの、ね、この拠点でそんなこと言うこれからの企業ですからそう前ねしかもヘオ現社がより やりやすい環境を作るために動いてくれてる観劇三昧にね一人社員が一番そう影響ねそういうところにね風評被害を与えないようにだけは僕らは本当にそれだけはね本当に命を懸けても守らないといけないと思うんですよ。うん。ゴーンもあるしね。そうです。そこだけはほんまに外さないようにだなとは思う。そらそう。というわけで。そんなとこかな。そんなとこかな。あろうかな。うん。いい時間ですしね。今日は僕あの時計がすごく目に入ってね。すごいタイムキープがねしやすい。この時計がいいんやね。さすが歌舞伎三昧さんね。もともともこの何ですかそれ。え、ずっとありましたいやそうだから。ずっとあったなんか今日すごい目に入って。なんでだろう竹信さんしかおらへんからかな。あ、すごい今日はなんか分かりやすい。なんか時間が。まあ、ね、ハープショップはちゃんと足してくれる部分もあって20分。あと、みたいな。まあどうでもいいんですけどね。それでじゃあいるよ。今のくだりいるよ。いる。そっか。よかった。もうちょっとしようよ。もう時間やもうええ。もう広がらないそういうとこやね、泉くん。そういうまとめ方が。これがあかんの。こうやってちょっと人笑いで終わらそうっていう感じがあかんの。さっきのシュンとした感じでいこうってことで。全然いい。これからはもうずっと。シュンで終わろう。なんか。旬の方がちょっと頭良さそうやね。そうかね。全然頭悪かった。全然悪いわろ。めっちゃ手を差し伸べた。雑い。そう。あ、じゃあ告知とかありますか。告知しましょう、告知ね。告知ある人。はい。あるんですか。あるんですか。どうぞ。犬さんもあるでしょ。うん。え、俺は、え、ああ、そうです、そうです。大丈夫ですか、さっき。ね。うん。俺、まだ。1個準備してない。もう1個準備してない。嘘いやだから先月も言ったけどさ
練習あの友達がさやってなるせけなるせけなるせけ神様にミュー神様にミュートされた女 is in the house めっちゃ強いですねこれ。そうなんかこのなんでこのサイズにしたの。まあ、そんなん言い出したらあれやから、ね、いやでもえ面白いよこれなんかえ作品がでも演劇じゃないかもしれないけどでも面白い面白い。なんか DJ がおって、うん、DJ がずっとも曲を流してるんですよ、うんうん、まあ演劇はやってるんですけど、うん、VJ ってあるでしょ。 VJ ってね DJ がやってる最中に後ろでこう映像が流れて、うん、それが音楽となんかこう リンクするというか、うん、そこに物語があったりとかしたりしなかったりするんですけど、これを生身の人間でやってみようみたいな感じにはなっているんですけど、でも、うん、じゃあディスクジョッキーの流す曲に合わせてお芝居。そうで毎回曲が違うから、なんかそういう日もあれば全然違う日もある。インプロタイプ。まあ言っただから、うん、そう。ある程度稽古して。もうだからその稽古ばっかりしてる。だからこの曲の時お前らどういう演技すんねんっていうのを。組み合わせ引き出し作っとけよみたいな。そう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 、なんか TRF 流れたらみたいなとか、うん、こうしちゃう。そう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 、みんななんかこういう裸にガンを羽織り出すみたいなことを、まあもうちょっと演劇寄りで、うん、演劇寄りっていうかでも本当にダンスなのか演劇なのか、でも、うん、もう DJ がこの世界を支配してる、支配してる。まあもともと DJ イベントだからね。あ、もともと DJ イベントじゃないですか。 DJ イベントなんです、もともとは。もともと DJ イベントで、たまたま演劇が入ってる、たまたま演劇が入っちゃってる、演劇が添えもんみたいな感じになってるので演出家さん、僕演出演出家です。僕演出家です。はい、そうです。ブッキングする人ではないですよ。ブッキングする人、オーガナイザーオーガナイザーですか。オーガナイザー的なことをやってる演出家です、はい、っていう感じの作品なので。で全然売れてないらしくてそうか、そうだからちょっと何月や来てください。11月19日、20日、だから一人芝居フェスの一週前。一週前なんか何やろな、なんか名前はまだないとかやってたりする、うん、あの週、結構なんか激戦週かなんかですけど、いやでもいいですよ、結構猫さんがとかね、メタラボ猫が出てる、美咲ちゃんとかね、有本さんとか本田さんとか、うん、あ、へ、あと松谷君ってめっちゃでかい、めっちゃめちゃ見えるね、こいつ。うん、そうそうそう、そんな感じ。面白いです。たまに人が怖くて目が挙動みたいな。あ、そう、うん。大変やけどね。あ、でもぜひ来てください。はい。面白い。面白いというか、体験をしに来るっていう感じなので、クラブに普段行かない人とかが来た方が。行ってる人もいいと思うんですけど、行かない人がそんなんてちょっと行きたいけど怖いしなみたいな人の方がいいかもしれない。こんな雰囲気なんちゃうかなみたいなことはやってます。でゴステあって、だからゴステともどんな作、うん、そのどんな作品なのかわからんっちゃわからんってこと。そうね、そうね、うん、あ、上映時間60分や、60分やから見やすい、ね、見やすいと思う、うん、なるほど。ぜひ俺めっちゃ真面目に宣伝した、うんうん、いい援護射撃したい。ありがとうございます、はい、それでは私の方が、ですね、今週のもう末なんで、しかもあの一般 あの見る側の方はそんなに関係がない。え、ワークショップなんですか。ワークショップです、うんうん、はい、チラシができまして、はい、エントランスフィッシュプレゼンツパズルという、ワークショップがございます。ですね、その、まあ、表現力に特化したパフォーマーの人たちがですね、まあ、ダンスメインなんですけれどもワークショップをするということで、私はそのコマ一コマ、森下美希さんというダンサーさんと2人で担当させていただいてまして、役者の言葉とダンサーの言葉っていうタイトルでワークショップをするんですけど、なんていうんだろうな、まあ一つの詩をテーマに、俳優部門の方とか喋る方と動く方、踊る方に分かれてもらって、で喋る方は詩を読むと、で動く方はまあそのフレーズに対してまあ振りというよりはもう動きをあのつけるので、それを覚えてもらって、で
まあ、互いに、その相手の動きの、強さであったりとか、声の強さであったりとか、声の太さ、低さ、高さ、大きさ、感情の振れ幅とかで、そのダンサーさんの、まあ、動きの小ささ、大きさとかっていうのを感じながら、互いに感じながら2人でセッションしていくみたいな、それだからさ、よく聞くけど難しいよね、多分めっちゃ、難しいと思う。実際だからそんな稽古場とかでね、よくやらそうとするけど、意外と役者やってても難しいってなるから、なかなかできないと思う。でもそれの手ほどきをちょっとしてくれるから、ね、だから僕らはそれに対してここをもっとこうした方がいいよというか、ここにヒントがあるよとか、相手のここにヒントがあるよみたいなことを、まあどんどん手ほどきしていくっていうつもりでやってるんですけど、でも人間ってそれこそその目で見て耳で聞いてっていうことを普段日常的に相手の動きに関して無意識に絶対反応はしてるわけで、例えばこうされたらわーってなるとか、そういう絶対言葉だけじゃなくて、その全ての人間のその挙動に関して何かしら心の動きはあるはずで、それに対してもっと普段無意識にやってることを意識的にやることによって、その表現の幅というか自分の、あの感覚の幅を広げてもらえたらなというワークショップになってございます。いつなんですか？10月の29日土曜日の、もうすぐやね。そう、もう今週末。今週末だから、で7時からどこでやってる？6時20分、西中島南方のですね、スタジオレックスっていう、そんなとこダンススタジオなんですけれども、でやります。今10人ぐらい受けてくれて、希望者来てくれてて、もうでもまあ2人か4人まあまあ2、3人が限界かなとは思ってるんですけど、時間的にもちょっとあの全員が満足する時間、満足してできる時間にならないので、まあまあちょっと締め切りが近づいてるかなっていう気もしてますので、よかった、もし興味がちょっとでも触手が動いた方は本当にあの気遅れせずにガッと突っ込んできてくれたら、すごいいい体験ができるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。っていうのと、そこの N トランスフィッシュの次回公演がございまして、それはいつの？これ12月。12月の前でこれが。そうですね。12月の16日から19日まで、ABC ホールで、制裁バイブレーションという作品をやります。これ、ジョージさん。あ、そうなの、うん、あの制裁ってどういう意味ですか？今回は、まあ、キャッチコピーが、生きるために選択をし続ける博打のような人生、転がり出すサイコロの中で現れては消えていくさまざまな心の振動っつって、まあ、人間って生きていくうちに、生きてるうちでいろんな判断をするときに、まあ、まあサイコロを振ってるじゃないかっていう、そのいろんな人生のその分岐点っていうと、分岐点をサイコロを振るっていうことに見立てて、いろんなサイコロを振っていく上で人間ってどういう人生を歩んできたんだなみたいなのを、まあ、そのストーリーテラーを早川ジョージさん一人に置いて、その人の人生の本当にギリギリの分岐点まで行き着くまでにどんなその背景があったのかみたいなのを、そうそうやっていく。でいろんな作品、そういう背景のいろんな作品を、まあ、ダンサーさんであったり僕とか、今回は外箱町の南園道奈ちゃんとかも出て、まあそういう中で作品をやっていくみたいな感じですね。でまあ最終的にその男は本当のギリギリのサイコロはどう振ったのかみたいなところが作品の、まあ、見どころになるのだと思いますけど、それはずっとダンスの、その語りがあってダンスパートがあって、今回ね語りなさそうですね。一回ね、僕一回初めて出た時は、これのもっと元になったダイスっていうサイコロ、一緒サイコロやね、でまあまあそのモチーフはサイコロで一緒やねんけど、もう話はもう全く違うものになってんねんけど、その時は元アクサルの唐谷聡さんが主人公をされてて、その時はもうずっと喋って語って作品、語って作品っていう、まあそのストーリーテラーみたいな感じでちゃんと喋ってはってけど、今回はねなんか雰囲気見てたら喋らない感じかなっていう、でも結構見に行ってその動きというか、やってることで感じ取って想像して楽しむっていうのが一番になると思います。
たのね。まあでもね、分かんない、やっぱ喋ろうかってなるかもしれない。結構作品作ってる時も最終形はまだ、まだもうちょっと作って壊して、ね、作って壊してがすごく多くて、やっぱダンスで身体表現で、うんうん、その作っていくのが得意なのかな、僕も分かんないけど、結構その筋書きがやっぱり作っていった上で、各そのパーツができていった上で筋書きが見えてくるみたいなところがあるので、まだそこまで明確ではないんですけれども、そんな感じの作品になるかと思います。はい、ぜひですね、あのそういう、まあ、演劇なのかダンスなのか、わかん、まあまあすごいいいところの場所ではあるとは思うんですけど、まあまたね、流行りのノンバーバル的な感じになりますので、よかったら見に来ていただければと思います。よろしくお願いします。以上です。どうなんもないよ。どうなんもないよ。てんのか。酔っ払いに言われた。酔っ払いに言われた。ひどい話や。怖い怖い、ね。というわけで、そんなもんですか。ね。怖いですか。はい。次回は。次回は。じゃあ竹野さんが喋ってないから。はい、あれです。個人と演劇というタイトルで。はい。坂本アンディとがっかりアバター。坂本アンディじゃないからね。そうですね、龍太郎ですね、うん、間違えました、坂本龍太郎とがっかりアバターということで、アンディの話を聞こうじゃないかやっぱアンディなんだね。あだ名はアンディです。まだここあだ名で言わない。ただちょっと違うのは結構掘り下げるってことですよね。そうそう、ゲストをいっぱい呼ぶんじゃなくて、一人だけアンディだけ来てもらって、いろいろ聞きたいことを聞いてみようかみたいな。なんかいろいろ用意してるって LINE で来てる。え、マジで？そう、用意しときます。そんな筋書き通りに生かさへんようにしようよ。なるほど、いろいろ用意してるんや。なんか嫌だ。いや、やめといて。まあまあ、でも用意はしてもらっといて、それを使うかどうかは別です。そうですね。なんか用意してきたら、なんか組んできたりしそうやね。いろいろ。ああ、どうなんやろうね。いや、でもだから俺子供の時の写真とか見たいとか言ってた。ああ、見たい見たい。ああ、可愛いっぽいじゃないですか。そうね。なんかまあそういったことも話すみたいな感じ。含めて用意ってことね。そうね。なるほど。家庭環境とか聞きたいな。うん、だからそれは全然聞いたらいいと思う。ね、これどうします？家近いんですよ。これ今回打ち合わせ会やから言ってたけど、はい、なんか一人の時は一回ちょっと読んで、ちゃんと打ち合わせ一回あのいつもより多くやって当番望まなあかんやんっていう話をしてたから。ああ、そうか。打ち合わせする？でもいいよ、全然。なんか燃え尽きそうやな。そこで。うんうんうん、ああ、そうやな。美味しい話。いっぱい出てきて、ああ、今のが一番面白かったなってなる。もう組み立てへんでよ。なんとなくざっくり困難持ってきてますとか、なんか確認はしといた方がいいのかなっていう。なんとなくの、その、中身は言わへんけど、パッケージだけの確認はしといた方がいいのかなっていう気はせんでもないけど。どうでしょう。暇してるよ、それやったら。だって坂本君。え？暇してんちゃう今。あ、ちゃうわ。なんか本番。でもパッケージの確認だけやったらメールとかのやり取りで十分。うん。会って喋ると多分なんかもう満足しそうな気がするな俺。よかった、うん、会わないようにしよう。会わないように避けてたんだ。坂本不足にしてるひどい。そんな感じですか、はい、そうですね、はい、ではではじゃあ終わりです。ありがとうございました。すいませんね、今回3人やのにね、はい、こんなにお客さん来ていただいて、ほんまですね、ありがとうございます。ありがとうございました。ではしれっと終わります、はい、終わり。